ビリー・クリフォード・ギルモアは、スコットランド・グラスゴー出身のプロサッカー選手。イングランド・プレミアリーグのノリジシティ FC に、所属している。ポジションは MF。2009年に、地元・グラスゴーに、本拠地を置くレンジャーズ FC のユース・アカデミーに入団。当時から、天才と称され、ユースチームで名を馳せ、スコットランドの振動として、注目を集める。2017年5月10日。 チェルシー FC が、レアルマドリード、FC バルセロナ、マンチェスターユナイテッド FC、FC バイエルンミュンヘンなどとの争奪戦を制し、ギルモアとの契約を締結。2019から20シーズンにトップチームに昇格し、2019年8月31日のシェフィールドユナイテッド FC 戦で、プレミアリーグ初出場を果たした。3月3日。 FA カップ5回戦リバプール戦でスタメン出場、プレミアリーグ第29節3月8日、エバートン戦でプレミアリーグでは初のスタメン出場を果たした。2021年7月2日、ノリジシティ FC への1年間のローン移籍が発表された。プロ入り前の2015年から各ユース世代のスコットランド代表に招集され、2018年には U-21 代表として、トゥーロン国際大会に出場した。2020年5月、フル代表を未出場ながら UEFA ユーロ2023カメンバーに選出された。ユーロ開幕直前の6月2日、オランダ代表とのフレンドリーマッチで、後半81分から途中出場しフル代表デビューを飾った。ありがとうございます。